はいどうも、ルールカーです。セブンナイツ実況やっていきたいと思います。ちょっとね、いろいろスケジュールが変わってしまって、本来だったらここでもう解明されてるはずだったんですけれども、ちょっとね、自分のね、鬱の状態がね、良くなくて、もう最底辺まで、気持ちが沈んでしまって、まあ本当スマホ握ることもできない、まあそんな状態が3日間ちょっと続いてました。なので、今日で、名前の方整理して、明日か明後日に、抽選を行って、9月から、まあ、9月からというか、まあ、決まったところから、名前を変えていこうかなと思ってますので、よろしく、まあ、そうだな、9月だな、ちょっとルビーがちょっと微妙なんで、9月から、名前を変更して、その1ヶ月間、やっていこうと思いますので、大変申し訳ございません。よろしくお願いします。はい。で、今日は、僕、ちょっとこう、情報置いてかれてるんですけど、ちょっとオルリーを持ってないので、オルリーにミコで対抗する手段ないかなと思って、で、ミコとユキって魔法だよなと。まあ、ちょっとその自分のボックス見て考えてみたら、そういえば、エスパーダがいたわと思って。で、エスパーダ、なんだっけ、破壊のガン、マガンで使ってたんですけど、ルーンマックスではないので、とりあえずルーンマックスまで上げて、うちのギルドに魔法パいるので、ちょっと対戦してみようかなと。まあ、低レベルのライアン外せるんで、まあ、かなり変わるとは思うんですけどね。ライアン入れててもあんまり意味がなかったですからね。意味がないですからね。相手に回復力があるわけでもないし。で、攻撃力を下げるだから、ライアンのパシブ1個も役に立たないんですよね。魔法パに対しては。なので、増幅まで触れるかは分かんないけど、増幅まで触れないだろうな。さすがに持ってないよな。持ってました。まあ、完全には触れないけど、まあ俺も結局オルリー手に入れていく流れにはなるとは思うんですけど、ミコもレベル低いし、ラッキーやった。で、ヒットポイントが、まあ装備があれなんですよね。装備が覚醒装備じゃないんだよな。誰かからちょっと覚醒防具を外して、リュウだな、リュウ外すから。こんなことやってると本当ね、トパーズとかキリがないんですけどね。これでいいか。いや、エスパーダ使うの久しぶりだな。ほんとマルチレイド以来ですね。わけわかんないの装備してますよ。で、ここは状態異常のがいいと思うんで、これを。で、さっきは間違って装備させた、この弱い防具を外して、なんでこんなの装備させたんだよっていう。よし、OK。これで、ちょっと行きましょう。ちょっとまあ、フレンド対戦になるんで、
どうなんだろうね、フレンド対戦ってマスター隊とのでの対戦と同じになるのかね。それがちょっとよく分かってないんですけど、じゃあ翔くんとちょっと戦っていきたいと思います。翔くん戦わせていただきますのでよろしくお願いします。ギルメンなんて自己承諾でいこうかなと思います。いきます、ファイト。あ、ワンバック。私の眠りを邪魔した。耐える耐える耐える。ヒールからのスタート。ノーブルスター、これ何なんだろう。弱点がついてるわけでもないのにこれ何なの。なんでこれ。これでセークリット社員で下げられちゃうんですよね。で沈黙が来ると。大丈夫だった、当たんない、ミス。弱点攻撃せっかく発動したのにミス。デグルスも来た、もう無理だ。いや、なんか隙がないな。デバフをめっちゃかけられる、かけてくるし。あ、睡眠入った。3人入りました、睡眠。これね、起きてないから攻撃できないんですよね。エスパーでいけ、旋風の盾、ロアーオブライト。あー、溶けた。カーリン溶けた。はーいとか言われちゃったよ。それで覚醒技師溜まってるし。麻痺は大丈夫なんだけどってとこなんだよね。全体的にヒットポイント足んないかな。全く手も足も出ないんだけど。なんでこんなさ、すごく攻撃してくるよね、なんで。なんかめちゃめちゃ攻撃してきませんか。前衛よりオルリーの方が攻撃してくる。なんか、なんなんですかね、これ。これ自分でも使ってもこうなるのかな。いやー、せめて一人は倒したかったところなんですが。エスパーダ落ちた。前衛の勇気に900食らうんだけど。あー、強えー。ちょっと待って。もう一回、もう一回。なんかさ、もっとこう、ミコに未来があるっていうのを見せたいんだけど。ユキがね、前衛でも十分火力が高いね。すげえ寝る。すげえ寝るようになってきた。オッケー、グラハンもうちょっとで剥げる。
レイグルス来た。これもうマジで減少免疫持ってないときついね。でもさっきよりはいい感じだね。バフ剥いで、免疫剥いでっていうのができてるから。さっきより全然動いてないんだよね、オルリーが。強っ。言葉にならんな。まあエスパーダの武器は覚醒武器じゃないんで、その分ダメージが出ないね。強ー。復活できずもう。すげえなーこの強さ。つえー、やっとダメージ与えられ始めたと思ったら、これはどうすりゃいいんだろうね。回数免疫の防御アップのキャラとかいたらいいんだけどね、それがいないもんね。まあ自分もミコパ卒業していくしかないかな。でちなみに今日28日のセブンナイツ召喚券クリスいただいて貫突いたしますと、これでセブンナイツ全員貫突です。あざす、ありがとうございます。セブンナイツ全員貫突とかマジでね感慨深いっすね。あレベル40なのか、クリスレベル40なんだ。あ違うか、感慨深いっすねマジで。よいしょ、見ていきましょう。セブンナイツと、いや見事セブンナイツ7人がね貫突していると。でレイチェルが1234体余ってて、ジェイブが1体、スパイクが1体、アイリーンが1体、デロンズ、ルディが3体という感じですね。気がついたら余ってました。デロンズとルディに関しては何体か売ってますね。まあしばらくはもうこれ取っておこうかなと思ってます。いやー勝てない。ミコパちょっと卒業するためにもう俺頑張ってトパーズ集めます。装備変えるのにトパーズが足んなすぎるんだもん。はい、というわけでね、俺もオルリーパー目指して発信したいと思います。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。バーメン、バージャーネ。